아우노야 카이가 콩야무시라 카리. 滑りを愛し滑りに愛された男のたった一人のお笑い総合格闘技ペシャリがペシャリを愛しペシャル時計その後には草木も残らない氷点下を超える寒気のそれを嵐を存分と楽しむがいいなお今夜語られる話は全て実話であるああ、どうも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 、こんにちは。この話は、僕が小学校の頃の話なんで、もうだいぶ前ですね、十何年前の話になってしまうんですけど、僕って結構今、滑舌いいねとか、すごい早口だねとか、聞き取りやすいとかすごく言われるんですけど、もともと滑舌が良かったわけじゃなくて、すごく悪かったんですね。本当に悪いぐらいで、どれぐらい悪かったかっていうのをちょっと皆さんにお話ししようと思います。で、小学校の頃に、コンビニのローソンに行きたくて、まあ、寒い冬でしたね。行ったんですよ。で、行った時に、僕当時ね、肉まんとかすごく小学校の間で流行ってて、絶対遊び行ったら肉まん買うみたいな感じになってたんですよ。で、ローソンのレジの横にホットプレートコーナーありますよね。で、そこで肉まん買おうと思って。そしたらパッてホットプレートコーナー見たら、肉まんじゃなくて、ゆずまんが発売されてたんですよ。で、ゆずまんってなんだって。今はほらいろんな味がね、あると思うんですけど、まあ、その当時肉まん以外のものが発売されると結構話題になるじゃないですか。ゆずまんや。これちょっと冒険してみたいと思ってレジに行って、レジのお兄さんに、すいません、ゆずまんくださいって言ったんですよ。そしたら、そのお兄さんが、はい、わかりましたっつって、ピザまんを取ってたんですよね。だから、あ、違う違うと思って。お兄さん、違います。ゆずまんです。っていうふうに言ったんですよ。だから、ああ、ごめんね。って言って入れてくれたんですよ。で、家に帰って食べようと思って、家に帰って取り出して、パカッて開けたんですよ。そしたら、まあ、ごくごく普通の肉まんが入ってました。いやー、滑るなー！ご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。関連動画もどしどしありますので、どんどん見てねーってこう、どんどんどしどしってこう、その場で作ったやつでやるとこうなりますよね。お疲れした。